皆さん、こんにちは。とある漫画が大好きな、首だけ赤髪のまんちゃんです。どうも、まんちゃん妹1032号です。毎度おなじみですが、今回も、最強キャラについてご紹介しようと思います。前回は、ナロウ系最強キャラと称してご紹介しましたが、今回は、ラノベ界から、最強のキャラクターを何人か選別したので、ご紹介したいと思います。こちらも、毎度のツッコミになるけど、最強キャラって最強なんだから、一人だけしか存在しないはずじゃないの。あとナロウ系も、ラノベのくくりになるんじゃないの。ってツッコむのはヤボですか？はい、ヤボです。こいつがツッコんでくれたので、皆様におかれましては、ほっと湧いた違和感を胸に留めておいていただき、ご覧になっていただければと思います。漫画チャンネルのまんちゃん。では、まず最初にご紹介する最強キャラクターは、魔法科高校の劣等生より、柴田達也になります。さすがお姉様、いいキャラクターを選びますね。さそうね。ちなみにいきなり余談ですが、さすがお兄様です。という妹の柴みゆきのセリフは、原作では1回しか出てこないんですが、なぜかフィーチャーされて、彼が何かするたびに、さすお兄、と言われるようになってしまいました。では、柴達也が、さすが、と言われる彼の強さに迫っていこうと思います。まず、特筆すべき点は、魔法科高校に通っている魔法使いということで、魔力にステータスを全振りした虚弱体質かと思いきや、体術も非常に長けています。どれぐらい長けているかというと、魔法を使わずに、瞬間移動のごとき動きをして、リアルに、ふっとこを見ている、と、敵の背後に回ることができます。これは、忍術使いである師匠の下で修行した結果、得た能力になり、魔法ではなく、純粋な体術のみで、この動きを実現しているとのことです。さすがお兄様です。いや、瞬間移動は、体術や身体能力云々でできる限界を超えている気がするんだけど、忍術なら、まあ仕方ない。さすが忍者汚い。とにかく、単に魔法しか使えないキャラクターではなく、身体能力も非常に高いということですね。そして、魔法使いですが、容赦なく武器を用います。用いる武器は、銃のような形をしており、ここから、様々な魔法を射出することができます。序盤では、この銃から放たれる、魔法師にしか感知することのできない、サヨン波という波動で、一瞬のうちに敵を気絶させるなどしています。はえー、さすがお兄様。銃の扱い方も心得ているなんて、ハワイで親父に教わったのかな。ただ、ここまで、魔法らしい魔法が挙げられてないんだけど、お兄様の能力はこんなものなの。これだと、確かに強いけど最強とは言えない気がするな。まだ慌てるような時間帯じゃないです。ここから、お兄様の扱う最強の魔法についてご説明します。まず、お兄様は、氷や炎を用いた魔法などは一切使えず、分解と再生という魔法のみしか使えません。二つしか使えないの。しかも、地味な名前の魔法。あんまり強くなさそう。いえいえ、この二つの魔法が最強クラスなのですよ。そして、その他の魔法が使えないのは、この二つの魔法に魔法演算領域を占有されているからなのです。他の魔法をすべて切り捨てないと使えないほどの魔法ということですね。では、分解からご説明します。分解の魔法は、その物体の構造情報に干渉し、分子レベルまで分解することができます。要は、どんなものでも、一瞬のうちにバラバラにすることができるということなので、当然人間相手であれば、一瞬のうちに、水35リットル、炭素20キログラム、アンモニア4リットル、石灰 1.5 キログラム、その他もろもろのレベルまで分解されてしまいます。さすがお兄ちゃん。それはすごいね。どんなものでも一瞬でバラバラにできるのであれば、攻撃手段としては最強だね。そして、分解の魔法は、物体のみならず、魔法に対しても有効で、相手が魔法を発動する際の魔法式に干渉し、分解することで不発にさせることもできます。さすがお兄。魔法科高校の劣等生というタイトルの物語の中で魔法も効かないとなると、世界観壊れるレベルの強さじゃないですか。そう、
公私ともに最強なんですよ。ただ、魔法の分解に関しては、自分より魔法発動のスピードは速い、格上の相手には効かない可能性もありますけどね。そこで、もし魔法によるダメージを負ってしまったとしても、分解と双璧をなす最強魔法、再生、でダメージを補うことができます。再生という魔法は、物体の情報を最大で24時間遡って、それを上書きすることができるという魔法です。要は、どんな外傷を負ったとしても24時間以内であれば元通りに治すことができるということです。チート魔法来ましたね。それは、自分だけではなく、他人にも使用できるってことだよね。最強ヒーラーじゃないですか。もちろん死んでしまったら修復することはできないのですけど、逆に言うと死ななければ再生し続けることができます。あと他人を再生することもできますが、その際は対象の負っているダメージの情報を把握する必要があり、痛みなどの情報も認識しないといけないため、お兄様に相応の負荷がかかります。さすが兄貴です。もうこれは最強キャラクター決定しちゃったんじゃないの。確かに最強と呼ぶにふさわしいキャラクターなのですが、兄様の脅威となるかもしれないキャラクターがいるのでご紹介させてください。はい、その脅威となりうる存在なのが、とある魔術のインデックスの主人公である神女ウトウマです。不幸だ不幸だと言いながら常時女の子に囲まれているというしごく幸せな男子高校生です。で、最強キャラクターとして紹介しておきながら、いきなりその前提が覆るのですが、彼が住む学園都市という超能力者が集う外部から独立した教育研究機関においての序列では最低のレベル0という評価となっています。え、クソ雑魚なめくじじゃないですか。はい、その上レベル0の中でも全く能力を持たない無能力者という括りで落ちこぼれたまで呼ばれています。ただもちろんそのまま無能力者なわけではなく、魔法科高校の劣等生のお兄様のように所属する機関による測定では測れない能力を持っているのです。そのため学園都市の診断では計測不能でレベル0となっているのです。その測定不能の能力とは、彼の右腕に宿っているイマシンブレイカーという力です。この能力は異能の力であれば神様の起こす奇跡さえ問答無用で打ち消すことができるという能力です。学園都市内の序列の最高位であるレベル5の攻撃でも打ち消すことができます。どんな異能の力もってすごいね。それが神の奇跡によるものでも打ち消すことができるってことは、お兄様の能力が全て完封される可能性もあるね。というか対異能力者において最強じゃないですか。ただ弱点というか発動条件として、その右腕で異能の力に触れる必要があるんですよね。そして物理攻撃も普通に効きます。なので普通の重火器には弱いです。しかし学園最強を誇るアクセラレータというキャラクターを素手で倒したこともある上、ダメージ耐性が異常に高いので平気平気。ちょっと何が平気なのかわからないけど、重火器持ってない魔法使いタイプが相手で怠慢であれば純粋な殴り合いに持ち込めるってことだね。まあ能力的には全ての異能を打ち消すってことで最強なんじゃないかな。能力的にはね。漫画チャンネルのなおちゃん。はい、というわけで今回はラノベ界という曖昧なジャンルから最強のキャラクターをご紹介しました。いつものごとく、いやいやもっと強いキャラクター普通にいるからっていうのがいたら教えてください。ちなみに私は純粋な能力としてはイマシンブレイカーはかなり強いと思うのですが、どうでしょう。神様の奇跡も封じることができるってすごすぎますよ。ただトーマくんの防御力は置いておいてね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。おやすみぽんぽん。能力を打ち消す能力って最強クラスに描かれがちだよね。今日紹介したお兄様とトーマくんは怠慢張ったらどっちが勝つか気になるの。皆さんはどっちが勝つと思いますか？予想をコメントいただけると嬉しいです。それではバイバーイ。